ペースより大変お騒ぎになっております。学校であった怖い話実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。さあ、5週目の新井さんの話をね、引き続きやっていくんですけど、新井さんがなぜサッカー部を辞めることになったかっていう話で、前回は不思議な話でしたよね。不思議な話っていう選択肢を選んだんだけどね。何なんかね、あいつはね。霊的なやつじゃないですよね、なんか。新種新種のなんか、ああいう生物がいるっていうことなんですかね、この学校にはね。まあ、それより何より、ちょっと新井さんがいつもに比べてイライラしてたっていうね。そこに、ショックをね、俺は。受けてるんですけど、ちょっと違ったよね、いつもとね。まあでも新井さんもね、高2ですからね、いろいろあるんだろうなっていう、庄司にもいろいろあるんだろうなっていう、親のね、目線をね親目線を大事にしてね、ちょっとやっていきたいと思いますけど、見守っていきたいですよね、庄司のことを。で、サッカー部が合宿で使った校内にある宿泊施設、ここに怖い話があるんだけど、どんなタイプの話に興味がありますっていうところで、前回は不思議な話でね、あの、人面土の子おじさんみたいなね、やつの話になったんですけど、今回は残酷な話から言ってみようと思います。多分ね、2番ボリューム割とあったんで、3と4はね、そんなないんじゃないかなっていうのもあって、2番のね、別選択肢まだ結構あるはずなんだけど、尺調整用に取っときます。残酷な話行ってみましょう。そうですか。ならばやはりこの話をするしかないでしょうね。持ってるなぁ。持ち玉多いなぁ。実はね、あの宿泊施設には出るんですよ。何がって？あなた聞いたことありませんか？いっぱい出ますね。逆さ女！すげぇなぁ。キラーフレーズ飛び出しまくりだね。4番ベッドといい。なんだっけ最初は。死神鉛筆か。逆さ女怖そうですね。ベッドで寝ている人を覗き込む。逆さ女という妖怪なんだ。妖怪が出るんです。彼女は頭を下にして長い髪を垂らしながらベッドで寝ている人にある質問をするんです。どういう質問をするかって？それはおいおい話していくとしましょう。うまいなぁ。あれは去年の夏のこと。僕が入ったサッカー部は夏になるとあの宿泊施設で合宿していたんです。え、僕がサッカー部に入っていたなんて意外ですか？あ、映画のね、話の時に俺は聞いちゃってるんだけど。僕はね、仲が良かった友達に誘われてサッカー部に入ったんですよ。おう。この新井さんはそんなに卑屈さはないですか？卑屈さは感じないですね。別にスポーツをして体を鍛えようなどとは思いませんでしたけれどね。友達の話を聞いているうちに興味を持ったというわけなんです。え？その友達は袖山まさるくんって言ったんですけれどね。袖山くん固定なんだ。山本道夫さんはもう出てこないんですかね。サッカー部の合宿は大変きついものでした。新井さんの友達ポジションは袖山くんっていう感じなのかもしれないけど。僕と袖山くんはお互いを励まし合いながら辛い練習に耐えました。それでですね、袖山くんは合宿中に逆さ女に会ってしまったんですよ。マジか。袖山くんまた。袖山くんちょっとあれなんですかね。引き寄せ体質なのかな。こんな感じするよね。僕もこの事件があってから初めて逆さ女のことを知ったんですけれどね。ああ、当時は新井さんも知らなかったんだ。蒸し暑い夜のことでした。宿泊施設には冷房も網戸もありませんでしたから、暑い中に蚊が飛び回って最悪の環境でした。それはきついな。そこで疲れた体を硬いベッドに横たえるのですから、もう散々なものです。袖山くんは夜中に寝苦しくて目覚めてしまいました。また隣のベッドで寝てるんですかね、新井さんは。すると。え？いきなりかい。いきなりすぎない？ちょっと怖えな。怖えっすね、逆さ女。逆さ女が現れたのです。何の前触れもなく。
なんかこの髪の質感も相まってあれですね、なんかすげえレゲエ好きそうだね。この逆さ女ね。彼女は袖山くんのベッドの上から覗き込むようにしてじっと彼を見ていました。新井さんは起きてないんですかその時。そしてこんなことを言ったんです。起きてしまったんだね。私と会ったことは誰にも言うんじゃないよ。これはお前と私の二人だけの秘密なんだからね。お前はいい子だろ。いい子だったら約束を守れね。これは何？袖山くんがどういう行動をとったかっていうことを誰にも言わない。何も答えない。大声で叫ぶ。突き飛ばすか。これ言うことを聞くなら1ですけどね。でも言うこと聞いていいのかな？わかんねえな。意外にさ、最適解俺突き飛ばすな気もするんで、物理最強だからさ、このゲーム。タックル最強なんで。何も答えないか。まあでもこれはね、初見ですからね。とりあえず言われた通りにするか。誰にも言わない。そうかい。誰にも言わないんだね。約束だよ。逆さ女はそう言うと、スルスルと上に登るように消えていきました。消えんの？どういう、妖怪よくわかんねえな。僕はそれまであんなに不気味な声を聞いたことがありませんでした。彼女の声はカエルのように潰れていたのです。これ、袖山くんが引き当てちゃったのは完全にランダムなのかな？4番ベッドで寝てるとあいつが来るみたいな感じではないですもんね、逆さ女はね。次の日僕は彼の後をずっとつけ回しました。これ、新井さんは起きてたってこと？実は起きてて、薄めに見てたってことですかね、一部始終を。彼が逆さ女との約束を破らないかどうかが心配だったんです。袖山くんは誰にも言いませんでした。そうして一日は無事に終わったのですが、その日の夜です。また来た。再び逆さ女が現れました。袖山くんのところに、そしてこう言うのです。お前は誰にも言わなかったね。褒美をくれんの？褒美としていいことを教えてやろう。誰か信頼できる人に私と会ったことを話してみるといい。そして私の正体を尋ねてみるといい。これは、最初の約束は保護になってしまう感じですけど、これはいいのかな？私の正体を尋ねてみるか。逆さ女はこれだけ言い終えると、またもやスルスルと消えていきました。考え方が難しいですね。一晩だけ約束を守ればいいっていうことなのかな。次の日、袖山くんは練習の合間に僕を呼び出し、逆さ女の話をしました。素直だな。僕は彼の元に逆さ女が現れたことを知っていました。起きてたんだね、やっぱり。ですから、彼の相談を嬉しく思ったものです。一番信頼してくれてるってことだもんね。彼にとって僕は信頼できる人だった。それが嬉しかったんです。しかし悲劇はその時起きました。その時、彼が僕に逆さ女の話をし終えた途端。おっと。皇帝でも出てくるのお前。どうなってんの？どう逆さになってんのかわかんねえ。天井に張り付いてる感じだと思ってたよ。そうじゃないのか。お前は約束を破ったね。逆さ女が袖山くんの背後に現れたのです。浮いてるんですかね、逆さ女はね。そして彼を背中から。最初の約束はまだ有効だったってこと？それちょっとずるくない？血しぶきが飛び散りました。逆さ女の顔や手も血にまみれています。やめ、ぐわー！逆さ女は袖山くんの体をどんどん、切り刻みました。ひどすぎる。僕は彼の血を顔いっぱいに浴び、何が起こったのかよくわからない状態になっていました。血が目に入ったため、何が起こっていたのか確かめる術がなかったんです。しかし、足元に何かゴロリと当たった感覚は覚えています。何？それには、糸のようなもじゃもじゃとしたものがついていました。糸のようなもじゃもじゃ？まるで、人間の髪の毛のようなもの。頭？僕は思いましたよ。これはもしや、
袖山くんの首ではとね。それから僕は気を失ってしまいました。気がつくと僕は、え？また焼却炉、焼却炉の前に倒れていました。焼却炉よく出てくるな、新井さんの話。周りを見回し立ち上がろうとすると、なんで？焼却炉の炎の中に手のようなものが燃えているのが見えたのです。え？逆さ女？袖山くん？あれはきっと袖山くんです。逆さ女に切り刻まれ、焼却炉に投げ込まれてしまったんでしょう。逆さ女が袖山くんの死体を投げ込んだってこと？僕はそれから逆さ女について調べました。え、焼却炉だって焼却炉合宿中ついてないでしょ。逆さ女がつけたってこと？資料は宿泊施設のベッドの下の方の壁にありました。壁？昔逆さ女に会ってしまった人が書いたものでしょ。壁に殴り書きされてんの？気づかなかったのか、袖山くんは。それにそこには恐ろしい事実が記されていました。逆さ女は殺人鬼の妖怪。殺人鬼の妖怪。属性がなんか肩な感じがしますけど、殺人鬼の妖怪だったんだ。彼女はまず獲物に対し約束をしようとするんです。初日のやつか、約束はどんなものでもいいんですが、大抵は秘密を守れというものだそうです。そして約束を破った人を後で殺しに来るんですよ。恐ろしい話です。逆さ女は宿泊施設のどのベッドに出るか分かりません。ランダムなんだ、やっぱ。だから油断ならないんです。あの施設を利用するときは封印しろよ、もう。てか燃やせ宿泊施設を焼却炉で燃やした方がいいんじゃないですか。逆さ女に殺されない方法は一つだけです。約束を守る。ああ、彼女と約束をしないことなんですよ。なるほど、最初にもう約束をしてしまったからいけないのか。約束をしなければ彼女との約束を破るということはできませんからね。約束をしないと殺されるとかはないの？または約束を破らないこと。ですが彼女と約束を破らないようにすることは非常に難しいと思います。確かにな。二日目のあれはちょっと卑怯すぎるよな。彼女はあの手この手で獲物が約束を破るように仕向けるんですから。彼女は約束を破った人以外は殺しません。ああ、そういうなんか、特性があるんだ。殺せないんですよ。なぜかって。彼女は正当化する理由がないと殺人を犯すことができないんです。約束を破ることが殺人の理由になるかというと、ちょっととは思いますけどね。彼女は約束破りは殺すというモットーをずっと貫いてきた妖怪ですから。迷惑な話だな。これについてはいろいろな噂があるんですが、どうやら逆さ女は生まれた直後にある事件を見たことがきっかけでああなってしまったということです。ああ。元は人間だったの？その事件というのはですね、逆さ女の母親の妖怪。逆さ女は最初から妖怪ではあるんだな。母親の妖怪が。父親の妖怪。ごめん、ちょっとごめんなさい。ちょっと笑うとこじゃないですね。逆さ女。いや、最初は人間でいいじゃん。その事件のせいで妖怪になったでいいと思うんだけどな。逆さ女の母親の妖怪が父親の妖怪を殺してしまったんだ。殺してしまったというものです。これはきついな。その時母妖怪は父。妖怪ワールドもあるんですね、この世界観にはね。妖怪今まで出てきてなかったよね。まあ、それに近いやつはいたかもしれないけど。その時母妖怪は父妖怪が約束を破ったから殺したんだ。だから悪いのは父妖怪なんだと言い張ったそうです。それで逆さ女の心には約束を破った人を殺さなければならないという考えが定着してしまったということなんですよ。そうか。これは、なんとも言えないね。なんとも言えない話だな。袖山くんは逆さ女との約束を破ったために殺されてしまったんです。どういうことだかわかりますか？逆さ女は彼女のことを誰にも話さないという約束を袖山くんにさせました。
そうだね。誰か信頼できる人に私と会ったことを話してみるといい。とも言いましたが、これはただのアドバイスです。最初のもなんかそのしっかりとした約束ではなかった気もするけど。約束ではなかったんだね、二日目のやつはね。鈴山くんは騙されたのです。彼女の罠に引っかかり、誰にも話さないという約束を破ってしまったのですから。稲葉くん。僕がサッカー部を辞めたのはこういうことがあったからなんです。そうか。もう、宿泊施設のせいですよね、どっちかっていうと。サッカー部はそんなに悪くないと思うんだけど。僕は目の前で切り刻まれた袖山くんのことが忘れられない。まあそうか。もうサッカーをやると思い出しちゃうのか。じゃあ仕方ないな。そんな嫌な思い出のあるサッカー部に留まることはできなかったんですよ。稲葉くん。あなたもあの宿泊施設に泊まることがあったら絶対泊まりたくないんですけど、気をつけた方がいいですよ。逆さ女以外にもめちゃめちゃ出るしね、ここね。いいですか？逆さ女とは絶対に約束をしてはいけません。さもないと、あなたも袖山くんと同じ運命をたどることになるでしょう。僕の話はこれで終わりです。それでは次の方お願いします。厄介だな。逆さ女は厄介ですよね、一番。他のさ、4番ベッドとかさ、死神鉛筆も、まあ、回避方法はある気がするんだけど、約束しなければいいって言ってたけどね、約束せずに、その、無視し続けるのもちょっときついよね。あのノリで来られたらね。ちょっと別選択肢見てみますか？これは怖いよな。逆さ女のビジュアルは怖いけどね。でもなんか、嫌いになれない感じありますよね。あのバックボーンとかをね、聞いちゃうとね、なんか、そっかーって、なりますよね。じゃあね、約束をしないのがいいんだけど、ないね。何も答えないかな。何も答えないといけるか。早く答えないと食っちまうよ。さあ答えるんだよ。お前はいい子だろ。いい子だったら約束を守れんね。無理やり、ああ、戻んのか。やっぱ物理なのかな。じゃあちょっと物理は最後に取っといて、大声で叫んでみる。ギャー！袖山くんは思い切り叫ぼうとしました。しかし恐怖のあまり、うまく声が出てこなかったのです。逆さ女は逆さにした頭をブルブルと震わせ、袖山くんに詰め寄りました。そして無理やり、しちゃったんだ。無理やり約束させたんです。逆さ女と会ったことを誰にも言わないと。約束をしちゃダメなんだよな。同じですかね。これさ、ちょっと思ったんだけどさ、焼却炉で、袖山くんの死体を処分したのは、逆さ女じゃないんじゃない？学校側なんじゃないかな？だってさ、妖怪がね、生まれながらの妖怪ですよ、逆さ女は。わざわざ死体を隠すためにさ、焼却炉なんて使わないと思うんだよね。隠蔽してるんだと思うんだよな、学校側が。それに気づいちゃったから、サッカー部を辞めたっていうのも新井さんは、あるんじゃない？わかんないけど。ちょっとそう思いました。突き飛ばすだったら生還できるかな。っていうか、ここで生還できないと袖山くん 100% 死ぬっていう。あ、まあ、4番ベッドの話もね、生還できる可能性はあるか。袖山くんね、ちょっと、悲惨すぎるよな。山本道夫さんに比べてもちょっと凄惨な死に方すぎるんで、なんとか救われてほしいですけどね。突き飛ばしてみよう。袖山くんは逆さ女を突き飛ばそうとしました。どうだ？ああ、しかし緊張のあまり手に力が入りません。逆さ女は目をギョロリとさせ、袖山くんを脅しました。約束しないとお前を血だらけにしてやるぞ。それを聞いた袖山くんは約束しちゃった。なんでしちゃうんだ。約束をしてしまいました。逆さ女と会ったことを誰にも言わないと。じゃあ、逆さ女ルートは 100% 死ぬのか。しかし逆さ女のあの声。僕はそれまであんなに不気味な声を聞いたことがありませんでした。
逆さ女は新井さんに対してはあれなんですね、危害を加えないんですね。彼女の声はカエルのように潰れていたのです。約束を破った相手しか殺せないからか。悲しいなあ、ここのエピソードは。母妖怪はここの分析していいですか。父妖怪が約束を破ったから殺したんだ、だから悪いのは父妖怪なんだと言い放ったっていうことは、父妖怪は本当は約束を破ってないのかな。どう思う？どう思います？どっちが悪いんだろうな。その後母妖怪はどうなったんだろうな。わかんねえな。逆さ女の母親は逆さなのかな。逆さ女と逆さ男が結婚したのかな。どっちだと思う？俺セーブしとこうかな。逆さ女エピソード俺好きだね、割と。てか俺この学校にさ出てくるの大体悪霊か悪魔のどっちかなのかなって思ってたんだけど、まさかここで新しい妖怪勢力が出てくるとは思ってなかったな。妖怪もそれなりにいるんだろうな。まあ正直怪談話としてはあらが多いなって思いますけど、でもさ、新井さんの話って案外こういうぶっ飛び枠があるじゃないですか。自爆霊界でいうさ、神谷さん的なね、感じだと思うんですけど、逆さ女のポジションは。ただ、これだけ分岐量が多いゲームだから、こういう話も入れられるのであって、割と魅力の一つかなとは思いますけどね、このゲームのね。まあ、この手の話ばっかになるときついと思うけど。うん、まあこの話ね、実はまだもう一本ね、最初の大きな選択肢のところで残ってんで、次回それ見ましょうか。4パート目ですけど、今回はちょっと短いけど、うん、ここで終わりにしておこうかな。はい、じゃあまた次のパートでね、お会いできればと思います。ありがとうございました。さようなら。